はい、皆さんこんにちは、アボカドです。今回は僕が最近感度がめちゃめちゃ合わない時にやっていた自分なりの最適感度の見つけ方を皆様にお伝えさせていただこうと思います。よろしくお願いします。またこのチャンネルでは全モサイをぶっ飛ぶクラスと忍者で遊んでいる動画や私プロの料理人による料理動画もサブチャンネルにてございますので、お時間ありましたらそちらもご覧ください。ではお話に戻ります。このゲームある時を境に、まあ特にアップデートがあった時のイメージですね。それを機にゲーム内の感度が若干変わるんで、今回はそれが原因で感度が迷子になった時の戻し方を僕なりのやり方でご紹介させていただこうと思います。ただ他にもやり方はたくさんあると思うし、もうこれが絶対いいってわけはないんで、まあ一つの参考程度に見ていただけたらなと思います。で、自分なりに感度が沼った時の戻し方なんですけど、一番の近道は録画です。録画をして記録することによって、なんで打ち負けたかって原因がすぐにわかるんで、まあ、おのずと感度の調整も難しくないと思います。例えば敵に照準が届いてなくて、2発目3発目からやっと敵に弾が命中し始めたら、あ、じゃあ少し感度上げてみようかなとか、照準が合ってるけどブレブレになりすぎてるってなったら、じゃあ少しだけ下げてみようかなとか、そんな感じで自分で自分のこと見返したら、まあ、わりかし早く自分の慣れていた感度に戻しやすくなるんやないかなと思います。シングルなりソロデュオなりで接敵が多くなるところへ行ってから、1本だけじゃなくて何本か録画をしてから打ち負けてしまった原因を考察してみました。1本だけだったらたまたまってこともあるんで、僕の場合はできるだけ多く撮影して打ち負けた原因を考えました。まあそんなこんなでいろいろ考えてて、今の僕の感度はこんな感じに落ち着きました。これが僕の今の感度なんですけど、結構近距離で打ち合うのが好きで、主に自分が触ってるのはカメラ感度の通常感度と射撃感度のサードパーソン感度の2種類です。そしてこの2つは同じ数値に合わせてます。昔はサードパーソン感度も射撃感度も140とめちゃめちゃ高かったんですけど、だんだん下げていって今はこんな感じです。もちろんその日の体調とかにもあるんで、バチバチにエイムが合う日とかもあるんですけど、できるだけ普通の状態でも問題なく敵に弾を当てれるのがこんな感じです。で、なんでどんどん下げていったかというと、毎試合録画していて、それ少ない何々で遊んでいる時に近距離で打ち合って、なんで負けたかなって考えてみたら、ああエイムがガバガバすぎるなっていうのがすごく多くて、それを機にどんどん下げていきました。なので自分のやり方の一つとしては、録画をして打ち負けてしまった原因を見つけて、そこで細かく感度調整をしました。まあもちろん自分のエイム力だけじゃなく、相手のプレイヤーさんがめっちゃ当ててくる人や、高速エイムの金とかを装備しててすごい移動速度が速いから当てられなかったとか、いろいろあると思うんで、そういう意味合いもあるから、何本か録画してから自分のことを見直してみるのもいいと思います。だんだん重ねていったら共通している部分があって、なんやねん照準が届いてないのに打ち始めてるやんとか、近距離なのにこんなにもガバガバやんとか、絶対に共通している部分があると思うんで、まあそこを改善したら、わりかし早く自分のやりやすい状態に戻りました。はい、そして次はこちらです。録画した動画を見直して、多少上げ下げしてから、なんとなくでいいので自分なりの感度を見つけたら、初段から当てに行くぞって感覚を意識しながら射撃場にこもって微調整しました。マルチと違って BR は射撃練習場がないんで、今回はシングルモードでこちらにこもってます。まあ、中距離や遠距離の的もあるんで、感度の微調整にはものすごくもってこいないい場所です。あとはできるだけ反動の少ない武器や自分の使い慣れている武器を見つけてから、ひたすらこもって細かい調整をしていきましたが、ここで注意してほしいのは、あんまり大きく感度を上げ下げしないことです。それをしてしまうと、せっかく今まで自分の感覚で覚えてきたのが一気におかしくなって、さらに感度が迷子になってしまうからです。そして大体自分がやりやすいなって感度が見つけてきたら、しばらくは上げ下げしないで、僕はひたすらやりまくって感覚を体に覚えさせました。で、ちょっと注意点なんですけど、普通にプレイヤーがいる状態なので、ドキドキ銃声に引き寄せられて、ボットなりプレイヤーさんなり来ると思うから、僕は一番最初にここに降りてから、周りをある程度索敵してから練習に入りました。そしてここで的を作って練習してもいいんですけど、こんなやり方でも調整したりもしました。今回はゴーストタウンに降りてます。もう何でもいいんで、角っこを見つけてそこに照準を合わせ練習もしてます。このやり方やったら、初段から照準を合わせ練習には非常に最適やと思うし、場所を問わず家なり障害物とかあれば、それだけで練習材料になると思います。ここでもさらに微調整することができて、自分が思っている場所に最初から照準が合わなかったら、多少感度を触って微調整もしたりしてます。まあ正直そこまでめちゃめちゃ正確に照準が合わなくても、エイムアシストは効くんで、それなりに近しい場所さえ行ってれば、まああとはなんとかなると思います。そして今度は回転モード。これの合わせ方としては、僕は SG を持って、何でもいいんで適当なキーでも電柱でも見つけたら、それを敵に見立ててスライディングを入れて一発で合わすっていうのを意識してやってます。もちろんこれのやり方は SG だけに限らず、他の武器でもいいと思いますし、重要なのはスライディングを入れてからどれぐらいのフリックで敵に照準が合わすかっていうのを意識してやりました。もちろんこれに至ってはちょっと特殊やと思うんですけど、僕はいつもこのやり方で照準合わせてます。もちろんこれも録画しておいて、スライディング入れて撃つとき、どんな具合に感度が合ってないのかなっていうのを見直してやってます。
ただ全てに共通することなんですけど、あんまり感度を大きく上げ下げしないのをおすすめします。やったとしても僕は最大プラマイ5ぐらいにしてます。人によると思うんですけど、あんまり大きく上げ下げすると今までの感覚が変わっちゃって、ほんまに感度が沼ってしまうからです。そしてある程度自分の感覚が定まってきたら、そこから変えないで慣れるまでひたすらやり込んでください。そしたら絶対に体が覚えていって、だいたいこのフリックでここへ照準が合わせられるかっていうのがなんとなく分かってくると思います。いかがでしたでしょうか。録画をして改めて自分で分析をすることによって、感度を上げた方がいいのか、それとも下げた方がいいのかって判断がつきやすくなると思うし、それだけではなく、それを見直すことによって自分がやられてしまって原因もわかると思うんで、録画をして自分のことを改めて分析すると結構いろんなことが見つかってくるから、ぜひやってみてください。まあ、今回は感度のお話やったんですけど、これはあくまで僕のやり方なんで、他にもたくさんあると思いますから、なんか一つでも参考になればいいなと思います。それでは今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価にコメント、ツイッターフォローお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。